はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、つくばにございますカレーうどんゼオさん、もう久しぶりに来ましたこちらのお店はね、もうカレーうどん専門店ということで、いろんなねカレーうどんだったりトッピングがございまして、学生さんなんかにもめちゃめちゃ人気。今日は営業終了後にお伺いさせていただいたんですけれども、本当に直前までずっとお客様がいらっしゃる、それぐらい人気店なんですけれども、本日はとんでもないデカ盛りやチャレンジメニューではなく、通常提供されているカレーうどんやトッピングにライスと、いろいろねこのゼオさんのいいところを全て詰め込んだセットをいただこうと思っております。で、ただいまメニューの方はお作りしていただいておりますので、メニューが到着するまで少々お待ちしたいと思います。ということで、ただいまねメニューが全て出揃いました。カレーうどんにでも揚げ物とご飯と最高のね定食でいただこうと思います。それではいただきます。カレーですよ、とりあえずね。うまっ、だし効いてますね、しっかり効いてる。うまっ。したらちょっとこちらのね麺いかせていただきます。コシがあってもちもち感がしっかりあるんですよね。このねうどんがめちゃめちゃうまい。ご飯だなこれは。うん。この角煮お肉っすよ。見てこれ。見えるかな。めちゃめちゃうまそうでしょ。ちょっとこれとご飯で。チャーシューうまっ。で、こちらの天ぷらなんですけど、ぜひ、ね、カレーにつけてくださいってことだったんで、ちょっとドボッと行かせていただきます。いただきます。あ、ナスうんまっそしたらちょっと続いてね、こちらお餅かな。続いてこれね、唐揚げでございますね。ゼオさんね、どの揚げ物もそうなんですけど、まあ、注文が入って提供される直前に揚げるので全部サクサク。ちょっとこちらもカレーにつけさせていただきます。うまっ。やっぱり基本的にはこういったトッピングにね、揚げ物もいっぱいありますし、お肉もでかかったり、かつねカレーなんかも本当にしっかりとスパイスが効いていて、結構ねがっつり系のカレーうどんなんですけど、お出汁が効いてる分ね、どこか上品な部分があって、そこがねたまんないですね。で、こっちのフライなんですけど、これね、ゼオさんの特製ソースございまして、このねカレーに合うようにオリジナルでねブレンドしたソースらしいんで、ちょっとこれにつけてフライ系をいただこうかと。ちょっとコロッケかなこれ。いただきます。あ、うまい、うまい。うんうんうん
通の中濃ソースとかに比べると酸味がね結構強くて、それがねカレーとしっかり合いますね。ご飯見えるかな、味玉が潜んでおりましたちょっと後でいただこう。ちょっとがっついちゃうなこれ。今日一応セットで4キロ前後ぐらいご用意いただいたんですけど、すぐなくなっちゃうね一瞬だったわこれ。全部うまいっすねめちゃめちゃうまいっすね。で正直その撮影来る時もガツガツ無言で食べる方なのか、説明するしながら食べるのか決めてなかったんですけど、食べ始めてたら喋ってる暇ないなってぐらいがっついちゃってもう終盤になっちゃったんですけど喋らずにじゃあちょっとこれご飯をね中へ入れさせていただきまして、これねカレーのリゾットな感じでいいよ。これ結構ねカレーうどんのスープってあの残す派残さない派論争が結構あると思うんですけど、このねスープは残すのがもったいない。絶対ねこれご飯で皆さんにも締めてほしいですね。これ味玉も、うわよいしょ、ちょっとこれ締めいただきます。うん、やっぱりこのスープ自体にうまみが強いんで、このゼオさんのカレーはスープでもあってルーでもあるというか、これはねご飯と皆さんもぜひ合わせてください。そしたらちょっとねそろそろこっちが食べ終わっちゃうんで、最後にね取っといたこのカニクリームコロッケいかせていただきます。ということで、ただいまね、カレーうどんゼオさんで、このね、カレーうどんの特上のセット、いただいてまいりましたが、全部美味しかった。うどんもね、もうしっかりと出汁が効いておりまして、スパイスも効いてて、香りもいいし、なおかつね、この揚げ物も揚げたてサクサクで、もう全部うまかった。本当にうまかったんで、このね、つくば周辺だけじゃなくてね、もうこの近郊に住まれてる方も皆さんぜひ来てほしいんですが、なかなかねちょっと来るのが難しいって方もいらっしゃると思うんですよ。このねゼオさんの通販を始めたみたいでして、中身で言うと3食セットなんですかね。そうです、今いただいたそのカレーうどん麺とスープとチャーシュー等が入った3食セットが通販でただいま販売しております。概要欄の方にね URL と記載しておきますので、気になった方はぜひそちらからご購入を検討してみてください。めちゃめちゃうまかったです。ありがとうございます。改めて今日もごちそうさまでした。ありがとうございました。